阪神に159キロワン C バツヨシ四国アイランドリーグ徳島の急成長株、四国アイランドリーグ徳島の最速159キロワンの C バツヨシ投手21が阪神から2指名を受けた。指名の瞬間、関係者と抱き合い喜びの表情を見せた。ミキハウスでは3年間で公式戦登板は一度のみ、徳島のトライアウトでは142キロしか出なかったものの合格。初めて本格的にウェイトトレーニングに取り組み、体が見違え、9月下旬には最速159キロを計測した。元阪神藤川球児を目標とする独立リーグのシンデレラボーイが夢をつかんだ。 C バツヨシ、2002年3月18日生まれ、大阪府出身。島原中央からミキハウスに進み、IL 徳島入り。最速159キロの力強いストレートが持ち味。投手、183センチ、92キロ、右投げ右打ち。球児みたいになってくれ。石井太一2世目指していこう。期待してかな。交渉権獲得おめでとう。期待してます。最速159km マージはロマンある。シーバ投手、大阪堺の出身ですか。大阪人としてめっちゃ楽しみです。タイガースをよろしくお願いします。右のリリーフは足りないから、これは良いね。堺市出身、シーバくん頑張って。将来の守護神候補、 A の取ったわ。抑え候補、楽しみですね。すごい独立リーグから楽しみやな。頑張って、おめでとうございます。これは神ドラフト来たか。18番の魔改造をねしゃす、切実。たった1年でものすごく伸びてきたピッチャーやと聞いてるし、ポテンシャルは楽しみしかない。高知ファイティングドッグス出身の石井投手と勝利の方程式気づいてほしい。石、シーバ、湯浅、どうですか。二巡目ということは、10年前の中日が当時香川の又吉達樹投手、昨季から FA でソフトバンクを指名した時に並ぶ独立リーグ過去最高順位だ。マックス 159km は期待しかない。まあ頭も速いしな。独立リーグからどんどんええのが出てくると平和な笑おう。マックス 159km 毎時。今年は湯浅の故障と浜地の不調で守護神候補トップ2のリリーフが2人とも活躍できず、ベテランの岩崎が抑えを務めたので新守護神候補にめちゃくちゃ良さそう。バリバリの阪神ファンだと知って、なお一層応援したいと思う選手。ごっつい球投げるらしいやんか。存じ上げないけど、独立から2指名ってすごいな。ワクワクすっぞ。ドラフト2で159キロ投手はでかいな。シーバ投手を取れたことで今年のドラフトはすでに合格点。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。